よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれってたかし。おい、だがバカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ。文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男、足立だよ。え、足立さんは高志が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。高志、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ。表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。やってこいよ。俺の番か。ほら、こいでみろ。俺の番だな。くん、もくらえ。どわっ、おりゃ。これやるぞ。行くぜ。よし、行くぞ。やってみろ。ほら、やるか。いい調子だ。やってやろう。どんな気持ちでこの20年間。おい、コウスケ。たかしくん。さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ。示談交渉ってなんだ。僕には全く身に覚えがないぞ。たかしくん、僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、高志くん。ちょっと待て、お二人さん。
話を整理させてくれ。これは俺が高志に送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。高志はこの僕です。君が高志？するとこっちは僕のルームメイトのコウスケです。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、コウスケは司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。高志くんが資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように。その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なーに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志くんに一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いやしかしよかったな足立さん。高志君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ弁護士になるのって。ああ大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろう。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ春日。なんだよかしこまって。いやお前といると大変なことも多いが、なんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ最高の相棒に乾杯。乾杯。よう、さっちゃん。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の葉の件か。そう、さっき勇気を出してあの子に電話したとこ。
最近悪い男に捕まってないかって。それでどうだったんだ。うん、ね、なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でも菜の葉は絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。落ち着けよさっちゃん。落ち着いたって時間ばっかり過ぎていくだけで何の解決にもならないでしょ。時間が過ぎて秋になれば菜の葉も桂川とさよならするんじゃねえのか。は？なんで秋にさよならするのよ。女ってのは秋に心変わりするもんだろ。女心と秋の空って言葉知ってか。バカね、女心は秋空みたいにコロコロ変わるって意味よ。あ、そうなの。はあ、この状況でよくそんなくだらないこと言えるわね。どういう神経してんのよ。でもさっちゃんが落ち着いたみてえでよかったよ。ま、それは認めるわ。冷静になって考えないとね。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしても菜の葉を説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度と菜の葉に近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの。殴って脅して町から出て行かせる。それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの。ふん、らしくねえなさっちゃん。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え？さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。やつには偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜマジで。でもこれでケリがつきそうだな。